まあ、ネット順はともかく分かってるやろうけど、若い子ら分かってなかったと思う。意外とみんなネットなんか見てへんやん。だから青少年の救済、救出が遅れてる。実はね、実は芸能人も青少年の一種や。実はね、彼らの知識、哲学はまだ青少年のまま。何だけ大人がスカートの技術とか、芸術的技術は大人や。それが成長する余地がなかった人たちなんて、そういう人生じゃなかったからよね。な、ね、あ、これ法律学ちゃうよ。政治でもないよ。まあ政治はちょっとかかってるけどな。それでもまあこれは、社会学でしょ。先生論ちゃうよ。そこで言ったかなんか。社会学。でしょ。分けたら何でも便利ね。分けたら便利やな。違う、そうじゃなくて。なんだろうな、子供。だろ、分けんとしゃあないや。いろんなもん分けたから、こうやって便利な文明なので、全部一緒くたにするんですけど、もうすぐできるからな、って。やってほしいんだ。それも分けてるでしょ、って。力。泣いてもいるし、分かったもんな。な。分かってきたから文明と分けて初めて成立してきたの。分けなきゃやな。知らんけど。な、まあいいね。じゃあその、ネットに、ネット住民じゃなくてもな、大人はネット見てるみたいなのね、これね。またやってる。うわって、これマジでやったらあかんな。うわ、炎上する、これ炎上するよらしい。え、炎上いいね。ちゃ。こんなあかん、それよくある姿、普通の日本一般。この商売なんてないんけって。まあ、あえても棚卸しやな。言えたらいいの。家に棚卸しあるっけ、こいつら。で、ちょっと儲けいいねんやんけって。ネット収入がずーっと棚卸ししとる。青少年じゃあるまいし。青少年、棚卸ししてた。何を棚卸してんの？生まれる前のことの棚卸しを青少年時代にするの。シュールね、その意見。でも、見えてみようって高橋留美子さんって、あのセンサーの作品で初めて知った、そんな表現。ところでさ、山本勘介って軍師の顔ね、言わずもながらなんやけど、さくらんぼをチェリーに似てるよね。確かに、あの顔のじいさんおるから面白いよな。お母さんもいたらもさてと。カーマちゃんだ。カーマの途中行かれ。途中道行かれんかったカーマ行かれんよ。わかる？これ数学やろ。それからさ。何なんていうかな。これだからキスさんだ。キスだ。キスさん。キスさんしましょう。つまり、大天才だと。ホームセンターな。シャーレのホームセンターに変わるもん今ないねんから。な。材木商が、な。おろしてくれたらいいけど。個人に。な。聞いてみたと。まあ、おろしてくれ。なんで今、あの玄関。玄関つか、なんでおろしてんねん。末端価格、あ、作ってへんし。作ったら終わりやし。な。で、キスさん。暑いやろ、しんどいやろ、私休まなきゃ、休み休みなんとか言ってんのか、歩いて。そこで結構かなり歩いてていくとか言ってるよ、目撃したりどうやろ。そうか、いろいろしょっちゅう休むで、うち。なんか、キスだ。だから、カーマンから、なんでと、さくらんぼチェリーに。あ、消されたこと、音声消されたこと問題あるか。そうか、そうか。それで、なんでいけないんだよ、作中って悪いところまた抜きやで。ちゅっかな、あんだけギャグ面白くて、しかも、お前らみんな救ったるわ。って言ったら、群がられるに決まってるやん。な、だけど、そういう発言絶対せえへん。ぽくてもせえへんねん。つもりくんって呼ばれてもせえへんねん。絶対。つもりさんやしないし。じゃあ、つもりちゃうってば。つもりくんつもりさんって言うけど、お前らが。で、なんかも役目あんねんね。標的。
標的ってのいなりのな、醤油標的のあれ、あれだけど打ちやられるやろ、みんなに醤油標的って言ってるだけ。実際、皆さんの集団来たからな、国主含めてな、でもそれバレたら標的されるよ。で、その、伏せてくれてんの、てて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 、そんな感じが止まったな。これちょっと違うか、それなるみたいな。面白かったな、ジャミン鉄板ゲームになる人も、皇居行ったら見れるんで、ちょっと集めて、見せて、集まったらね、皇居前に。あれ見せてください。よう見たら、こうなってて。これですか、仏教仏教。お前がするの。面白かった。ジャミン秋人の上皇はいいから、いいから。上皇軍ですから、おお、さらにですね。なんて言った、思い出すからな、そのうち。